常報寺五郎、常報寺五郎から1938年1月20日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。芸国出身。1887年7月、陸軍主管学校を卒業し、不評少尉に任官。1892年12月、陸軍大学校に入学するが、日清戦争改戦のため1894年7月に、 中退。戦後、1896年2月、陸大に復興し、1897年12月、陸大を優等で卒業した。参謀本部に配属、ドイツ駐在を経験した。1904年2月、オーストリア公使官付部官となる。1905年12月、参謀本部付に転じ、陸大教官に移動。一九百七年十一月、 不評大佐に昇進し、第17師団参謀長に着任。1910年7月、第1師団参謀長に移る。1912年4月、陸軍少将に進級し不評、第29旅団長となる。陣オの戦いに参戦。1914年11月、陣オ守備軍参謀長。1915年7月、不評第10旅団長に移り、 1916年3月、この F 表、第2旅団長に就任。1917年8月、陸軍中将に進み、陸大校長に着任。1919年4月、第24団長に、親保された。1922年2月に退名、同年5月、予備役に編入された。ありがとうございます。